あれ、もう起きたの?夜勤明けだというのにご苦労なことだね。あなたがそう思わなくても私は心配だわ。しっかり休んで。 職務か。どうしてそう警察官の仕事にこだわるんだい? お前なら私と同じ道を。 そうだとしても、警察官なんて危ないし。 そうね。お前は一度決めたことは簡単に譲らないこと。説得できなければ応援するしかないさ。 そろそろウェディングドレスの試着をしてもらうぞ。結婚式忘れていないわよね。 結婚するのは自分だという自覚はあるのか。まあ困った子ね。10代とはいえ、政治、自分のことなのだから、もっとちゃんとなさい。 相手はあのエヴァンスケのフィッツジェラルド君だ。エヴァンスケとつながりを持てるなど、失礼のないよう挙式を滞りなく進めたい。そのためにもドレスの試着をしてくること。分かったかい? あの子ったら本当にわか。
おはようございます。助かったと。あ、はい。殺走でもないような。よくわかりませんけど、喜んでもらえたなら嬉しいです。さあ